下手や、銀次清水の熊の葬儀にて、銀次の手下たち。下手や銀次は、明治時代の東京のスりの親分。本名は、富田銀蔵。和服の下手職人だったが、内裁の父親がスりの親分であったことからその後目を継いだ。前世紀には、手下のすりを約250名抱え、弁護士も数名雇うほどで、その贅沢な暮らしぶりから、明治後期には、 日本一のすりチミの大親分として知られていた。明治末期に逮捕され、大正時代に出所したが、昭和に入ってから再びすりを働き、再逮捕された。慶応2年、東京市本郷区駒込堂、坂町24で、富田金太郎の一人息子として生まれる。父親は、紙くず問屋と洗濯屋を営んでいたが、浅草猿屋町警察署の下請けとして強盗などの、 謙虚に携わっていた。12から13歳頃、大丸五福店などを取引先とする日本橋宿通り旗子町1の6の下手屋、伊坂浜太郎のもとに方向に出る。方向を終えると、浅草小島町に引っ越し、通い職人となる。伊坂から大丸の仕事をもらい、下屋岡地町4の18に今日構え、弟子を従えて独立する。26歳の時、 弟子の一人であった、広瀬国と通じ、内災にして、入アで暮らし始める。国は、葛市で、すりの親分である、清水の熊こと、清水文蔵とその目かけ、泉信との娘であったことから、銀次もすり家業に手を染めるようになり、清水の子分たちからの信頼も厚かったため、清水の死後、後目を継いで親分となる。本彩渡航、駒込道坂の本宅に住まわせ、 自分は、国と古文約30名と共に、日暮里村金杉163の別宅で暮らした。いずれも二十門構えの大邸宅で、他に貸し長屋を50から60軒持ち、家賃収入だけでも月に100円以上、資産は5万円を超えていた。銀次たちの専門は主に汽車の中で稼ぐ、箱市で、東海道線から欧州線までを縄張りとしていた。 手形を紳士風に装わせて、悪事を働き、その上前を跳ねるほか、国の母親の新名義で七夜を営み、そこで、盗品を裁いていた。銀次の前世紀は1902年頃から逮捕される1909年までだが、逮捕の3年ほど前には後目を手下の千吉に譲り、銀次は監督に当たった。赤十字に寄付をし、日暮里村の村会議員になる一方で、 関西地方のスリとも盗品を裁き合うような、互助会的な一大網ルートを開発し、仲間の交流のための待合を開いて、ゲーに出張所を営業するなど、巨大な犯罪組織を形成していた。当時東京市内にスリは約1500人いると言われ、1906年頃から、それ以前は情報収集の手段に刑事がスリやバクトを利用することがあったため、スリの取り締まりはそれほど、 厳しくなく、すり被害の届けがあると、刑事が、親分に行って、盗品を出させたり、逮捕されたすりを釈放するというような特殊な関係があったが、大検挙の後に警察にすり係が,ができ、そうした関係も崩れていった。1909年に、金時計の盗難事件が起こり、これをきっかけに逮捕された。1910年5月、裁判により、懲役10年の判決を受け、服役。 1919年に釈放され息子の世話となっていたが、1930年4月24日、新宿三越で時価70円相当の単物を万引きして再び捕まった。この時は不起訴となっている。没年は不明。なお、銀次のすり組織の残党は、1980年代中頃まですり師としての活動を行っていたことが確認されている。 1909年6月、元新潟県知事の柏田森文が、外堀線の電車内で、金時計を盗まれた。公爵の伊藤博文から送られた、記念品の時計であったため、柏田は赤坂警察署に、被害の報告と捜査を依頼した。警察は、当時の二大勢力であった銀次と湯島の基地に、出頭を命じたが、銀次側は誰も出頭しなかった。 これをすり一層の後期として警察は、銀次宅と関係先の七夜に踏み込み、盗品とおぼしき品々と七夜の通い帳を押収した。銀次は手持ちの金と機械数工程。警察は銀次の確たる証拠がつかめなかったため、証拠がためのために、他のすりの親分を一斉検挙して取り調べたところ、通夜から銀次の在籍が明らかとなり、同年11月に、 銀次を含め親方から古文まで東京市内のスリを大検挙した。ありがとうございます。